北九州市立ザラソー小学校は、福岡県北九州市八幡東区小倉一丁目に、ある公立小学校、旧平原小学校、小倉小学校、天神小学校の参考統合によって誕生した。2007年度の職員数41名、児童数507名。2006年9月26日、5年生の女児の保護者が娘が6年生から、 二万円渡すようにと要求されていると相談したため学校は調査した。しかし児童同士の言い分に食い違いがあったため事実確認を続けた。この最中、11月11日に同校に通う小学生の女児が同級生から十数万円を強括し、さらにその同級生が上級生に強括され、数万円を渡していたことが報道される。学校側は、 北九州市教育委員会に報告していなかったと被害者の母親が証言した。ただし、当の市教委も母親が10月6日に連絡していたにもかかわらず対応していなかった。学校側の対応について学校側が記者会見で陳謝し校長は手を振るわせながらいじめと報告しなかったのは私の怠だと誤った。この翌日の12日午前7時頃、 同行に赴任していた校長が学校から出て行ったきり戻ってこず、午後3時頃首を吸っているのが発見された。遺書はなかったが自殺と見られた。校長はどちらもうちの学校の可愛い子供と述べていた。この自殺を受け、北九州市の教育関係者の間からはメディアに対する批判が起こった。いじめ隠しと報道した件に関し、いじめ隠しではなかったと声が上がった。 一つの根拠は、この問題は、金銭トラブルという難しい問題であり、プライバシーの関係上児童に関して公開できる情報は限られており、それを、いじめ隠しと呼ぶのは、検討外れというものである。もう一つはそもそも調査しており、決して取り組みを怠っているわけではないというものである。北九州市教育委員会は13日、この事件を、 市議会環境教育委員会に報告した。市議からは市教委が学校現場をもっと支援すべきだったなどの意見が相次いだ。当時は福岡中にいじめ自殺事件以後の報道の煽りでメディアはいじめの報道が目立っていたがその煽りを受けた報道と教育現場の現状との間で板挟みとなってしまい起こってしまった悲劇に関しては ローカル詩は元より11月20日のニュース23でも少し触れられた。ありがとうございます。